支援してください。もう命がけで海で取った魚が売れないことなんて日常茶飯事だし。いや、ついに公開しちゃったね。で、すごいです。とんでもないことになってます。公開して数時間しか経ってないんですけども、目標金額300万円、すでに集まりました。いや、すごいね。これは、もうやるしかないな。もうこっから、漁師を復活させる。これはもうめちゃくちゃ夢ありますね。もういろんな人の夢をね、背負いましたから。はい。うわぁ、楽しみや。はい、それではですね、もう今から、まあ、何すればいいかもあんまり分かってないんですけど、とりあえずですね、実際の物件をね、探しに行こうと思います。ここから大きな夢がね、スタートしていきます。めちゃめちゃでかいことになるかもな。よし、じゃあ行きましょうか。よし。はい、それではですね、商店街にやってきました。まあこんな感じですね、島にもちゃんとね、商店街が実はあります。ただですね、まあやっぱりね、ご覧の通り、シャッターがね、閉じてますね。はい、ということで結構ね、空き店舗あるんで、まあこの空き店舗を探していって、所有者を探して、そこからね、空き店舗を借りていくという流れになります。まあかなりね、あるんでね、ここも空き店舗でしょ。あ、もうこんなんね。この辺もうずっとやな。こことか結構でかいスーパーですけど、潰れてますね。だいぶでかい。しかも PM12 時までやってたんや。うわぁ、昔はすごかったやろうな、人が。うん。だってこのスーパーも潰れてるし、ここもスーパーですからね。はい。スーパーぐらいでかいところ借りられれば、だいぶ強いですよね。はい。はい、というわけでですね、商店街一通り見て回ってみたんですけども、3店舗ね、潰れてるスーパーがありましたね。まあこの辺にね、当たってみようかなと思います。大前提なんですけど、島って不動産屋さんがないんで、もう人捨てに行くしかないんですよ。捨てがなさすぎるんで、とりあえず役場に行って聞いてみようかなと思います。役場すぐそこですから。はい、和泊町役場あります。いやー、ダメでしたね。うん、まあそりゃそう、そんな個人情報を役場が流すわけがない。そりゃそう。いやー、むずいよな。コロナ禍で全然人と出会えてなくて、漁師の人しか知り合いないから、結構ね、聞く人も少ないですよね。さて、誰が持ってるんやろうな。あとは知り合いに電話していきましょう。はい、というわけで3週間経ったんですけども、なんとですね、3店舗の所有者の方とつながることができました。いやー、今のところ順調ですね。あとは内見しに行ってみて、周りがどのぐらい整ってるのかっていうところを見て、どこでね、加工場を作るかっていうのをね、決めていこうかなと思っております。どんぐらいなんやろうな、値段。あとは交渉次第ですね。ついに候補の物件が見つかり、加工場設立までかなり前進しました。このままうまくいけば、島の伊勢海老、夜光貝、いろんな魚を全国販売することができます。夢は広がるばかり。というのも、工場はこの紫の土地、もしくは白い土地にしか建てられないのです。ゼロ戻ったな。クラファンしてから1ヶ月、もうほんまに毎日やれることはやったのに、建物を改装するっていう方法がなくなったから、かなりやばいな。どうしよう、もう建物もないし、工場無理なんじゃないか、これ立ち上げるの。なんか YouTube で結構うまくいって、もう何でもできるぞぐらいの気持ちいたけど、やっぱり全く努力の仕方が違うな。どうしよっかな、結構積んだな。もう本当に今先が見えないし、工場を完成させるビジョンが見えない。結構きついな。あれからですね、改装できる場所がないかなと思ってね、探してみたんですけども、やっぱね、スーパーの物件があるところはね、ないですね。はい、で、まあ結構ね、すごい悩んだんですけども、もしこの加工場計画を続けるのであれば、店舗改装ではなく、もう土地を買って、もう一から
工場を立ち上げる必要がありますね。店舗改装ぐらいだったら、まあ、数百万ぐらいできるんですけど、工場立ち上げは、まあ軽く3000万円はかかると思います。クラウドファンディングのお金と YouTube の金額全部合わせて、まあ僕3000万円も持ってません。お金はねそんなにないです。今から工場を立ち上げるってなると、今23歳なんですけど、1000万単位の借金をすることになる。かなりの賭けですね。うん、ただ俺はやるよ。うん、やる。工場もう建てるよ。うん、いやもうね、切り替えて、もう借金する覚悟もできたし、もう行きます。もう今から土地を探して工場を建てる。まあただ正直ね、土地に関しては沖縄部島の航空写真見ても分かるようにめちゃめちゃある。うん、だからもう結構ね、建て放題だと思うんですよ。海が近い場所でもいいやろし、人から離れた場所とかね、高台とかに建てるのもいいよね。一から作るってなるとね、まあ、いろいろね夢が膨らみますね。めちゃめちゃ土地あるからな、とりあえず進まないといけないんで、土地探しに行きましょう。うん、はい、というわけで、マサルチャンネル初なんじゃないでしょうか。結構ね、一般的な場所、畑に来ましたね。まあ、こんな感じでですね、ほぼ沖縄みたいな感じ。サトウキビ畑が結構ね大半を占めてて、ところどころ畑として使われてなさそうな場所だったりだとか、普通に土地として残ってるところもねあるんで、まあいろいろ見てみて、そっからね所有者を探して貸してくれるかどうかをまた聞いて、でそっからね工場の建設になります。まあサトウキビが生えてるところに関しては農地として使われてるんで無理だと思うんですけども、まあ、結構生えてない場所もありますからね。海岸線とかだったらな、なんか海水引けていいよね。いやめちゃめちゃ景色いいな。やっぱりちょっと海見えるけど綺麗やわ。そう、あとね沖永良部島特徴的なのが池がめっちゃあるんですよ。山が少ない土地なんで結構ね水不足になったらしくて、ため池がたくさんあるんですよ。なんか建物全然ないなっていうイメージだったけど、改めて土地探すってなると畑と森ばっかりやな。これ意外と大変かもしれないな。まあとりあえず探していきましょうか。今日はですね、ついに土地が見つかったということで、指定された土地に来てるんですけども、こちらですね。はい、めちゃめちゃ広いです。はい、大きさ的には300坪ぐらいありますね。こっから始まってあっちの奥までのね土地ですね。でけえなここ、まあ、場所としては結構いいんじゃないでしょうか。かなり広いし平坦な土地だし、これだけ広いんやったらかなり工場いいものができるんじゃないかな。いやー長かったなここまで。うん、ついに土地が見つかった。来た。しかもめっちゃ広い。図面っていうのかな、地図だけ見てきたんですけど、実際見たらめちゃめちゃ広い。300坪って言ってあんまりピンとこないと思うんですけど、工場を建てるには申し分のないぐらいのね大きさの土地ですね。いやーこれはすごいのができるんじゃないかということでですね、ようやくこっから工場の建設がスタートします。長かったね。まあようやくなんとか土地が見つかって、2ヶ月ちょっとぐらい土地家屋調査士と話してて、もうなんか行けるだの行けないだの2ヶ月半ぐらいずっとやってたんですけど、行けないことが分かりました。うぜえ。うぜえ。分かってたやろマジで。設立開始もう4ヶ月ぐらい経ってますけど白紙ですね。また白紙に戻りました。みんなもね将来ね家を建てたりすることがねあるかもしれないんで、まあ言っとくんですけども、何がダメだったかというと、結論道路がダメでした。道路って自分で作るんですよ。市道って言ってこの土地の所有者とか作るんですけど、ここの道路が道路になってない。プラス俺が仮に道路にしたとして、ここの道路の幅が足りない。水産工場は前の道路が4メーターいります。
これでもし建ててて営業許可おりませんとかなってたらやばかったから、土地買う契約しなくてよかったけど、うぜえなあマジで。また一からやんけ。くそ、探すしかないよな。もう一発探すのか、きついな。ここ値段とかも良かったんだけどな、安いし。この企画長くない？始動してからもうめっちゃ経ってますね。めっちゃ経って今白紙に戻りました。サバイバル10日目でうわ終わったと思ったら2ヶ月追加ですって言われたぐらいやばいわ。ハゲる、ストレスで、ストレスでハゲる。はい、皆さんようやく2つ目の土地が見つかりました。こちらです。原野ですね。はい、まあ、整備されてない林みたいなね状態の土地なんですけども、結構広いです。はい、細長いけど、ここはですねもう完璧です。道路幅も結構ね広いです。4メーターは普通にある。測った感じ5メーターあったんで、ここは確実に行ける。やっとや。いやー、ようやくですね。ここからね手続きをしてやっと工場が建つわ。さて、土地の細かい調査や実際の建築の段取りも動き出しました。ついについについにこれからといったところになります。マサルさん、どうしたんですか？もう無理や。大丈夫ですか？クラファンして半年で工場建てますと言っていて、もう絶対に間に合わないな。プレッシャーがやばいわ。しかも1000万円集まってるから、それだけの期待もされてるし、プレッシャーも半端ねえ。くっそ、間に合わんな。絶対にもう間に合わない。あと1ヶ月で工場建つは絶対にありえない。やるしかないんだよな。やる、できるまでやる、やる、やるって決めたから。島を盛り上げられるやつは俺しかおらんやろうから、動けなくなるまでやる。諦めない。ついにですね、ようやく3つ目の土地が見つかりました。よっしゃ。はい、ということで、今までの流れからしてあんまりぬか喜びすると、あの痛い目を見るっていうことはもうめちゃめちゃ学んだんで。そう、1話目で2回も借りる予定の土地が白紙に戻ったんですよ。それでだいぶメンタルやられました。まだ喜びを抑えてるんですけども、今回の土地はかなりいいです。海沿いで、しかも更地です。めちゃめちゃいい土地ですね。この土地で工場できれば相当いい工場ができると思います。とりあえず行政にここが実際に工場が建つのかどうかっていうのをまず聞いて、そこからねやっていこうと思います。はい、ということで沖縄部空港にやってきました。久しぶりのね島外に行ってきます。今からですね成田に行って衛星からの話を聞きに行って、奄美大島に行って実際に土地が使えるかどうか情勢の確認をねしていこうと思います。ということで行ってきましょうか。というわけで沖縄島からはるばる東京へ、そして成田にある衛生管理のプロの会社 KEI に到着。最近の増殖についてや衛生管理の観点からの設計も学びました。そしてここで大変なことが分かりました。魚をさばく部屋は一つでいいと思ってたんですけど、頭や内臓を落とす部屋と切り身とか加工する部屋は分けなきゃいけないんですね。この時の一坪あたりの鉄骨の相場が60万円だったので、部屋だけで600万円も見積もりが上がりました。さらに島の水は温度が高いので水道を冷やす機械も導入する必要が。これまた600万円ほどかかることに。それだけでは終わりません。出入り口に二重扉をつけなきゃいけないことも分かったので、さらに数百万円見積もりが上がりました。そしてその帰り道、奄美大島に向かい土地の確認をしてきました。いや、土地は使えるみたいですね。よかった。うん、いやただね、衛生管理想像以上に
やばそうですね。3000万ぐらい経つかなって言ってたんですけど、多分7000はいくな。うわ、やばい。マサルさん、何やってるんですか？今図面描いてて、これを設計士の人に渡して、はいはい、イメージ通りのを作ってもらう感じ。ああ、なるほど。これが最初に作ったやつなんだけど、土地がダメで無駄になったやつ。もうちゃんと設計されてるじゃないですか。そう、この土地は結構良くて、はい、ここから搬入口があって、魚さばいて、はい、これ加工して、これ梱包して、冷凍して、はいはい、ここから搬出っていう。あ、もう流れができてたんだけど、すごい、同じ作業を2回、3回やってる、これ3回目です。もうすごいですね。毎回土地も形も違くて DIY さらに極められそうじゃないですか。そう、DIY も一からできる。もう電気工事士も取ったし。そうですよね、うん、図面からというわけで黙々と作業すること3時間。実はマサル、こういう作業が案外得意で、長時間やってもあんまり苦じゃないんですよね。そして完成した図面がこちら。よし、できたわ。印刷してもうちょっと細かいところを描いていく。そしてこの完成した図面を持って会議をすることに。というわけで図面の打ち合わせにやってきました。衛生面や動線、再現性など様々な視点からの意見があり、会議は5時間にも及びました。いやー、ついにできましたよ。5、6時間ぐらい今4人でいろいろとね、図面を話し合ってて、こんな感じでプロの人たちと話すと全然違いますね。もうやっぱ刺激がすごいです。これです。あんまりわかんないと思うんですけども、こんな感じの建物ができる予定になってます。いや、本当にね、ここまで来るのがすごい長かったですね。8ヶ月かかってますからね。まあ一人だったら多分5年かかってます、ここまで。いやー、めっちゃもう大変でしたね。誰が本当のこと言ってるのか分かんないですもんね。僕は素人なんで、まあ、ここでね、本邦初公開と。っていうか、まあ、今一緒に事業立ち上げていただいてる。ちょっと映そうかな。うん、せっかくなんで。6時間ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。いやー、いいものができるといいですね、これで。もう本当に。これからよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。頑張りましょう。頑張りましょう。はい。こっからですね、すごい大まかな図しか出してないんで、しっかりした図面出して、そこから建築となります。ということで島に戻ります。というわけで島に戻ったマサル、ついに建設がスタートします。はい、ということでですね、もう1年以上かかったな、長かったな。今日は地鎮祭って言って、建物を建てる前に土地の邪気を払う儀式があるんですけども、それを今日はね、やっていきます。この日はたくさんの工事関係の人が集まってくれました。釜入れの儀を行っていきます。でもこれお供え物なんですけども、海のもの、赤旗ね、で山のもの、野のもの、この3種類をお供えするみたいで、島で採れたね、赤旗です。はい、すごいね、こんな一 YouTuber がね、接種ですよ、僕が。なんか感激ですね。そしてここから一気に動き出しました。はい、ということで2022年7月21日となりました。はい、加工場立ち上げからですね、1年と3ヶ月ぐらいね、経ってるんですけども、なんとですね、ようやく屋根ができたらしい。で、今日はね、その屋根をね、見に行こうと思う。おー、だいぶできてるわ。すげー。おー、すげー、すごいな、これ。はい、ということでこの通り屋根が完成しました。すごいよね、これ。だいたいね、1ヶ月半ぐらいかな、でここまで完成しました。めっちゃ早いよね。うん、いやー、ここまでちょっとね、だいぶもうね、時間も労力もかかってるんで、正直終わった感がちょっと自分の中では出てきつつあるんですけど、まだまだこっからですからね。はい、こっから立ち上げまであと5ヶ月ぐらい。
まだ気抜かずにねやっていかなきゃいけないといったところでですね、実はですねこの屋根が完成したタイミングで上棟式っていうのがねあるんですよ。でその上棟式で何をするかと言いますと、なんとですね持ち投げをします。まあ、最近ねやるところも少ない中珍しいんじゃないでしょうか。でも僕は持ち投げをしますということで、どうやらですね365個が縁起がいいらしいんで365個投げます。でまあその中にお金も包むんですけども365万円包みます。嘘なんですけども、はい、ということでね3万6500円をね積もうと思うんですけども、よっしゃ両替行くぞ。奄美信用組合、よしできたぜ。3万6500円分ですね。5円が100枚、10円が100枚、100円が100枚、そして500円が50枚あります。それでちょうど3万6500円分です。これ俺が住んでた山口県はさ、こういうお金が入ってるような上棟式持ち投げ参加したことないんで、まあ、あんま分かんないんですけど、これ絶対この500円拾った子供たちとか絶対嬉しいんだろうね。まさか拾う側をやる前に投げる側から始まるとはね。ちなみにことづてでいろんな人にやる時間に言ってるんですけど、どのぐらい来るんでしょうね。いっぱい子供たち集まってくれたらいいですけどね。まあ、ただ350枚しかお金ないですから、多くて350人しか拾えませんからね。せっかくの上棟式やからな、やっぱね楽しいイベントになるというような。さて現場に到着しました。子供たちは集まっているのか。すげえな、見てすごいな、これすごいところまで来たな。今日は僕が主役ですから、はい、本気のお菓子用意しました。これを配っていきます。で餅ももちろん届いております。はい、こんな感じでね10円が入ってますね。これみんな喜んでくれたらいいな。肩いけるかな。今日一人欠員が出たんで、投げる側に相当肩に負担が来るはずなんで、ブンブン回しておきますよ。左でも投げれるように。皆さんね集まってくれてます、ありがたいよね。うん、もう今日はみんなに配れるように俺の肩をフル活動していきます。あとは時間あと5分ぐらいです。お疲れ様です。今日バイ、今のは本当に祝福の酒です。上棟式に集まっていただきましてありがとうございます。では雅美さんお願いします。今日はお暑い中、こんなにたくさんの人が集まっていただき、本当にありがとうございます。普段はですね、まあ、何十万人とかの前でやるような仕事をしてますけども、この何百人かの方がよっぽど今緊張してます。口がカラカラです。3年前にしまったばっかりですけども、皆さん受け入れていただきありがとうございます。選ぶの魚今全然売れないですけども、島の誇れるような魚にしていきたいなとこれから思っています。頑張りますので、皆さんぜひ応援よろしくお願いします。では持ち投げそろそろ開始します。持ち投げは無事盛況でかなり盛り上がりました。いやめっちゃ喜んでてありがたいね。やばくない、見てめっちゃでかい。ありがとうございました。まあいろいろ考えたけどそんな喋れんもんやな。まああくまでこれはまだスタート地点ですから、こっからです。引き続きねやっていきましょう。今日はいい日だったんじゃないかな。うん、いい日になったと思う。そして倉庫を作ったりしてる間についに建物が。本日は9月9日となりました。水産加工場立ち上げからちょうど1年半ぐらいかな。屋根と上物がねほぼほぼ完成したということで、皆さんと一緒に見ていこうかなと思っております。すごくないこれ。で中入ってもいいらしいんで、ちょっと中入ってみようと思います。入り口はここの予定なんですよ。うわできてる。ここ入って玄関で、ここトイレや。意外と狭いなトイレ。ちなみに今いるトイレがここで、玄関がここ。こんなもんなんや。だいぶ狭めのトイレですね。こんぐらいなのかな。ここが魚さばく場所。であれ断熱材入れてますねこれ。でここもさばく場所ですよね。ここが綺麗になった魚をさばく場所。迷路みたい。そうここの部屋とか濡れる部屋なんで斜めになってるんですよ。ここはここ斜めになってて、水がこうやって落ちるようにね設計されてます。次に移動したのは冷凍室。待って冷凍庫重いのが広いんだけど。めっちゃ広いぞ冷凍庫。
ここ冷凍庫なんですよ。バーンと冷凍庫で、この冷凍庫が高かったんよ。あの冷凍庫ってみんなが想像してるやつじゃなくて、なんかもう部屋です。部屋の冷凍庫ができるはずで、ここで梱包して、ここから配送ですね。これね、もうめんどくさって思ったんですけど、ここ一旦扉ついて、ここの謎の間を一旦作った上でもう一個扉つけないといけないんですよ。図面上ではこの位置、二重扉にするためだけにこの部屋があります。こうしないと虫が入ってくるとか衛生管理的にはダメだって言われて、ここのスペースを余分に作るだけでプラスで100万ぐらいかかるっていう。大変ですよね。はい、おそらく工場のこのできる前のここの映像とか見ることなんてまずできないでしょうから、貴重な映像なんじゃないかな。そして1ヶ月の月日が流れ、待望のその瞬間が訪れました。はい、ということでですね、ついに機材の搬入が完了したようです。はい、ということでね、中見ていきましょうか。さっきまでは何もなかった部屋、中はどうなっているのでしょうか。はい、まずここがですね、作業着が置いてある場所ですね。工場っぽいでしょ、これ。作業着着て、あとは帽子とマスクで、下のズボンも履いて、でそっから入っていきます。はい、まあでも今日はね、まだオープンしてないんで来ません。でここでまあ着替えて、足を洗いながら手を洗っていきます。もうなんかいろいろとね、加工場はめんどくさいんですよ。この手袋もね、なんか白いのはダメとかあるんですよね。なんか白いのだとちぎれて食材の中に入って混入してしまう恐れがあると。うおー、すごいわこれ。こちらですよ。はい、まあ、いつものね、撮影部屋にあるシンクもまあまあすごいですけども、こっちの方がね断然強いですよね。はい、しかも、まあ、今回すごいのが、まあ、こんな感じで、まな板を置いていくんですけども、ここにねゴミ箱を置くんですよ。まあ内臓だったりとかをブワーって、うん、そのまま捨てれるっていう画期的な商品でございます。まあ、この工場って結構トップレベルに高かったもの、こちらですね。はい、製氷機です。まあ、こんな感じでマックのジュースとかに入ってるやつですよ。まあ、これが1日ですね、150キロぐらい作れます。まあ、これでね、いろんなものを冷やしていきますね。この中のイカつい機械ね、これがね、純水器とチラーって言うんですよ。ちょっとみんな頭痛くなってきてるかな。軟水器か、軟水器とチラーだわ。こっちってサンゴ礁の島なんで、水道水に炭酸カルシウムが含まれてて、炭酸カルシウムが詰まってくるんですよ。うん、でそれを取り除く機械と、プラスチラーっていう機械は、蛇口から出る水を5度まで下げる機械です。こっちのね、水道水の夏場の温度が32度ぐらいあるんですよ。32度。そんな水道水を使った魚は、まあ、やっぱネットショップとかじゃ売りづらいんですよね。皆さんこれ驚きの金額します。軟水器とチラー合わせて600万円です。まあ、アレルギー室っていう部屋になります。まあ俺めっちゃ唐揚げ好きじゃん。唐揚げ好きだからさ、フライとかね、ああいう小麦粉とかパン粉とか卵とか使った商品を作るにあたって、同じ部屋で作るとね、まずいらしいんですよ。それを扱う用の部屋、よくよく考えたら確かに絶対に小麦入ってないやろっていう商品買って、小麦が入っててそれ食べてアレルギーなんて死ぬ人がいるから、まあそれは分けなきゃいけないよね。なんでこれ結構ね、厳重に分けられてます。はい、これはですね、包丁殺菌庫です。包丁を保存する機械ですね。でこの中に置いとけば紫外線で無菌状態にしてくれます。この機械がね、バンドソーという機械ですね。まあ、伊勢海老とかをこうやって、ね、切っていく機械ですね。はい、めちゃめちゃ危ない機械ではありますね。ここがですね、加熱室ですね。まあ、火を入れたりする場所ですよ。なんかもう給食室みたいな感じよね。ここがでっかい冷凍庫になってて、まあ、こんな感じですね。まあ、冷凍庫になってます。はい、まあ、大体6畳ぐらいですかね。まあ、本当はね、10畳15畳ぐらいの冷凍庫欲しかったんですけど、ちょっとあまりにもね高くてこのサイズしか買えなかったですね。基本的には冷凍で商品販売していく予定なんで、もう本当にでっかい冷凍庫を買いました。こんな感じで扉も閉めれます。まあ、という感じで、まあ、一応これで工場がね、あらかた完成したんで、まあ、ここから
保健所の営業許可証っていうのをね取りに行きます。で営業許可証っていうのを取りに行って、で、まあ、それがね多分ね3週間ぐらいかかるんですけど、でそれを取り終われば仲買人っていう、まあ、漁師から魚を買う資格をね取りに行くんで、そこまでできるのがまああと1ヶ月後ぐらいですね。こうやって工場が完成してもまだ何もできないんですよ。まあ、もう1ヶ月ぐらい経って仲買をね取ってからまたここでね魚をさばいたりとかする動画を、ね、撮ろうかと思います。いや長いですね、はい、そしてここから1ヶ月さまざまな問題が発生しました。そのダイジェストをお送りします。ようやく工場が完成したということで、この日はわざわざ夜光貝を取りに行き、家でさばいてきて試運転をすることにしました。準備は万端、うまくいくのか。やっていきますか。お願いします。よっしゃ、まずコンセントを挿していく。ちょっと待って。え？いや、ちょっと待ってよ。いやいや、そんなわけないやん、ね、ここまで来てもう。え？ちょっと、わからん。疲労で、疲労のせいやろ。刺さる刺さる、合わんはずがない、だってそう発注したんだもん。え、企画が違う、まさか。いやいや、そんな。放送機側のプラグはこのような形。しかし壁側のプラグはこれでした。これでは入るわけがありません。ここまで準備して、え、伊勢エビわざわざ解凍して全部準備して、包丁準備して、マグロも買ってきてもうこれはあるあるなんですけど、発注通りいかないことは日常茶飯事です。ただでさえ追い込まれてるので、こういうので一気に精神力が持ってかれます。え？ここまでやって、もう帰る。数日後コンセントを付け替えてもらい、ついに真空包装を試せることに。あとはこいつを起動するだけ。今日はキハダマグロの柵を3個も買ってきてる。スイッチオン。いけ。ここじゃなかった。ここだった。そういや。またすか。何にしますよ。結局コンセントの配線が問題だったんですけど、動画ではカットしましたが、こういう細かいストレスが無数にありましたね。もう2日徹夜で終わると思ったら4日目やっけ。何が一番しんどかったか言っていいかな。俺お願いします。これなんか波風立たないかな。まあいいや、言おう、もう言ってしまう。俺ダンボール会社全然相手にしてくれない。ほんまに、なんかあのね、いちいちサンプル作ったりとか、なんか優しいダンボール会社ほんまにおらん。
いやいや、段ボール作るんだったらまず1000個発注しろよみたいな感じの圧があって、でようやくね、ちゃんとね、取り合ってくれる段ボール会社がいて、本当はね、真っ黒か真っ白にしようかなと思ってます。はい、でも結構ね、これいい感じでかっこいいよね、意外と、うん、マサルさん、どうしたんですか？疲れました。え？ただいま白紙に戻りました。7月30日に工場の工場長を募集して、ありがたいことに150人ぐらいの応募が来ました。人生をかけた人が応募してくるわけですから、まあ、僕の方で面接させていただいて、で、まあ、ようやく加工場の工場長決まりましたと。採用通知を送るじゃないですか、こちらから。まあ、そこまでかけたのが1ヶ月ちょっとぐらいですよ。もう、他の150人には採用通知全員送りましたという状況で、やっぱり辞退させてくださいという、メールが来まして。ほうと。ほうと。おお、これはやばいぞと思いながら。まあでも、まだ諦めんな、マサルと。ここまで結構大変なことあったけど、まだ諦めんなよと思いながら、もう一回先行して、もう一人に採用通知送らさせていただきました。で、まあその採用にもまあ2週間ぐらいかかってるんですけど、なんと、辞退のメールが来ました。2ヶ月半も採用に時間をかけ、気づけば10月17日、白紙へと戻りました。1年半かけて工場を完成させたのに、働く人がいません。こんなことある、150人いて、2人連続辞退する人を引くのはちょっとさすがにきついな。採用超大変ですね。次の一手は何か決まってるんですか？次の一手は俺が工場長になる。もうなんか最近やること多すぎて、風呂入るのめんどくさくなって、なんか4日とか。そして走行してるうちに営業許可がおりました。はい、というわけで今日はですね、ついにこの日が来ました。1年半かかりましたね。はい、仲買がね、取れました。まあ、仲買っていうのは、漁師から直接魚を買う資格なんですけども、まあ、今日はですね、そんな魚並んでないんですけど、まあ、ブダイを競り落として、まあ、ブドウマリとかをね、計算していこうかなと思います。はい、では早速ね、競りましょう。仲買としての初めての競りは、今までの漁師としての目線とは全く違う景色が見えました。競り負けたな。まさかのね。まあいい経験ですね。じゃあ明日も来ましょうかね。もうなんか潜りに行った方が早いかもしれんけどな。はい、というわけでですね、ついに工場が完成し、そしてなんとですね、この営業許可証もおり、そして仲買の資格も取ることができました。でこれで魚を買う許可もできたし、魚を売る許可もできた。もうあとはですね、進むだけです。というわけで本日水産工場がついにオープンしますということなんですけども、撮影してる日付はですね、1月14日でございます。あと9日後にですね、オープンするといったところなんですけども、なんとですね、緊急で動画回してます。はい、工場の従業員が3人いるんですけども、3人中2人コロナになりました。もうオープンする、いろいろやらなきゃいけない、やばい、どうしようってなった時に1人になりました。まあそれを置いときまして、考えてもどうしようもないんでね、今日はですね、実践販売する商品の紹介と実践で作ってみようかなと思います。まずはですね、いろいろ作ってみたんで、そっから、ね、見ていきましょうか。はい、それでは漁師の夜明け商品ラインナップ紹介させていただきます。こちらです。はい、まあ、これ正規の盛り付けではないんですけども、キハダマグロの生ハム、これがね、夜光貝とソデイカのバター焼き、この2つはね、他では食べられないような味でめちゃめちゃ美味しいです。でこちらがブダイのしゃぶしゃぶ、これ夜光貝ですね。でここまで来て、この4商品中3商品は販売できないです。まさかのここまでかけたんですけども、
1商品しかないです。申し訳ないです。要因としましては、消費期限を切るのが結構難しいですね。まあ、他の食品工場がどこまでガチでやってるかわかんないんですけども、まあ、僕らは実際の消費期限かける1.25倍、1ヶ月だったら38日間実際に食中毒が出ないっていうところを確認できるまでは出さないっていうことにしてるんで、それを何回も繰り返して本当に絶対出ないよっていうところまでね、やってるんで、そこがねシンプルに時間かかりますね。だからまあ時間さえあれば結構商品数もね増えていきます。生ハムとバター焼きは冷凍して1週間ぐらい美味しいんだけど、1ヶ月ぐらい経つととても食べられない味になるんですよ。そしてこちらブダイのしゃぶしゃぶなんですけども、これはね見ての通りちょっと色が悪いです。この状態ではまだ売れないと。ただねこの3商品ともね味はねめちゃめちゃいいんで、これをね劣化しないように商品開発ができ次第販売となります。そして、まあ、これ夜光貝なんですけども、これが身ですね。まあ、夜光貝ね、まあ、どうやって販売しようかなと思ったんですけど、せっかくやったら殻があった方がみんな嬉しいんじゃないかということで、殻ありでどうしても販売したいなと思って、で殻ありにしたんですけど、夜光貝の味を楽しんでもらって、殻もねせっかくなんでね楽しんでもらえたらなと思ってます。まあ、殻はねもういろんな使い方できます。はい、まあ、このままね普通に置物として使ってもらってもいいんですけども、 DIY とか好きな人は夜光貝丸磨きにして真珠層の部分出せばオパールみたいな感じで綺麗になるんで、こういうの作るのもねまた楽しみ方としては一つありますよね。そしてですね、今後の展望なんですけども、まあ、今のところねどうしてもね冷凍しかね商品を販売することができないんですよ。まあ、それレトルト作ればいいじゃんと多分ねみんな思うと思う。一応ね基準があって、皆さん知ってます？レトルトの基準、120度で4分間加熱するっていうのがあるんですけども、120度、普通お湯って上がらないじゃないですか。だから120度まで上がるように加圧する機械があるんですけども、それがねまた高いんですわ。まあ、いつかねそこら辺もね設備整えてね常温で販売できるものもねいつか作れたらなとは思ってるんですけども、まあ、これから伸びしろですね。というわけでですね、夜光貝今回、ね、販売しますんで、実際に夜光貝を取りに行こうかなと思います。というわけで夜光貝を求め夜の海にやってきました。こちらの魚はおそらくキリン身の、ヒレに毒があるので要注意です。そしてこちら何やら怪しげな模様のカワハギ、こいつは猛毒パリトキシンを持つソウシハギです。ちなみに肝臓以外は食べれるらしいです。そしてこの日はウミガメがたくさんいました。こんな感じで岩陰で寝るんですよ。もう完全に寝てるんで、これだけ近寄っても全く気づいていません。寝ぼけたウミガメもいました。まあ、カメはですね肺呼吸なんで息を吸いに水面に上がってくるんで、夜でも普通に動いてるカメもいます。さて画面上に擬態した魚がいます。森へつついてみると、慌てて砂に潜っていきました。こちらは南牛の下、砂地の地形を探すとたくさんいます。この日も4匹ぐらいいました。ちなみに素手で取れます。ゲット。今日のお目当てではないので逃がしてあげましょう。さて沖に出て夜光貝を探すことに。夜光貝や伊勢エビがいないか海底の岩の下を入念に探していきます。夜光貝は海の中では擬態してて見つけづらいんで、かなりしっかりと見ていきます。残念ながら夜光貝はいませんでした。これを何度も繰り返していきます。ちなみに夜の素潜り漁はだいたい1回で 2,3 時間潜るんで、本当はこんな感じで何も取れずにただひたすら潜り続ける時間の方が長いんですよね。ただね岩の下を覗いて大物がいた時はもうアドレナリンが吹き出ますからね。最近閉所恐怖症の人と話してたんですけど、そういう人はもうこれ見てるだけでも結構しんどいんじゃないでしょうか。さてここで何やら発見したようです。潜航開始。いました、夜光貝ゲット。これはかなり大きいサイズ。そしてどんどん夜光貝を取っていきます。今度は岩の上にいる夜光貝をゲット。そして浮上する時も夜光貝が近くにいないか探しながら上がっていきます。夜光貝を持ったまま続けざまに息を整えて潜っていきます。
ました。ゲット。さて、一気に夜光貝を2匹ゲットできました。これは幸先がいい。そしてもう1匹ゲット。今度は漁網が複雑に絡まったポイントに移動してきました。網に引っかかるとかなり危険です。ただ夜光貝がいるので潜っていきます。ゲット。この日は通算6匹の夜光貝を取ることができました。さて、ここで何やら発見しました。森のゴムを深く引いて一気に潜っていきます。そして岩の隙間めがけて体を一気に突っ込んでいく。何がいるのか。いました。こいつはコクハンアラ。島で最高級魚の一つです。残念ながら光を当てた瞬間に逃げていってしまいました。すぐに追いかけようとしますが、そこにはもうコクハンアラの姿はいませんでした。悔しいですが切り替えていきましょう。そして次に見つけたのが朝鮮サザエ。こちら小さい夜光貝でもサザエでもなく朝鮮サザエです。味は普通にサザエみたいな感じでめちゃくちゃ美味しいです。そしてこの日はたくさん朝鮮サザエがいました。ゲット。合計で5匹朝鮮サザエが取れました。さて、ここでまた何やら発見した様子。大きく息を吸って潜航開始。キューキュー言ってるのは耳抜きの音ですね。いました。ヒトヅラハリセンボンです。ヒト。こちらはハリセンボンの中でも大型化する種類です。そして次に見つけた魚をヒト。こちらは青ヤガラ。この魚つくと鳴き声がすごいんですけども、ヒルショットしたんで一撃でしまってますね。さて、次に見つけたのは何でしょう。大きいイカがいました。ヒト。ついた瞬間にしまって真っ白に。そしてこの拳目、面白いのが食事中でした。シマハギを食べてますね。外してみると頭がなくなっています。貴重なものが見れたところで戻りましょう。はい、というわけで夜光貝を取ってきました。服装変わってないんでね、さっきの後取りってバレたかな。結構でかいのもね、取れましたよ。これ2キロぐらいあるんじゃないかな。これはね、おそらくね、特大サイズに入るんじゃないでしょうか。7匹ぐらい取れたんでね、こいつらを加工していきましょう。てか多分これ筋トレの器具はめっちゃみんな気になってるよ。マサル筋トレにハマってます。というわけで早速工場に向かい、夜光貝を加工することに。よいしょ。これね、虫が入らないように二重扉になってます。ここから入れます。で、あっちに実際入ってからこれ夜光貝を取り出していきます。で、実際の入り口はこっちですね。かわいい。かわいいです。だよね。よし、あとマスクと手袋や。多分 YouTuber でここまでガチな工場を作った人史上初だよね。多分日本じゃなくて世界初なんじゃないかな。なんで手袋で手を洗ってるんやと。手袋が綺麗か分かんないですからね、はい、そこまで徹底しております。取り出しましょうかね。よいしょ。夜光貝ゲット。でこっちに戻る。まずアルコール除菌から。よし、じゃあね、準備が整ったところでさばいていきましょうか。
で合計10個プレゼントするんですけども、今日の6個ね実際視聴者プレゼントします。まあ、残りの4個に関してはまた取りに行く。重力にね負けてこうやって出てくるんで、出てきたところを人たちです。ここ貝柱がこうついてるんで、ここを外して、うわこれ出せました。でかいな。じゃあ2個目、こいつは出てくる気配がないな。置いとこう。こいつら後回しや。あれで出た時にやりましょう。でこれ内臓が、いやこれ内臓がねあんまり美味しくないんで取っていきます。見栄えを良くするために。ここからもう少し綺麗にしていきます。包丁殺菌する機械をねつけてます。で今度は夜光貝の口と、あとね夜光貝のこれ蓋、これついてるんで、これをね外していきます。OK。 ここがですね下処理をする部屋なんで、あっち側行って綺麗な部屋でもうちょっとね綺麗にして、でそこからね真空パックしていきます。行きましょう。こっちでね綺麗にしていきます。最終的に細かく綺麗にしていきます。ちなみに細菌が繁殖しないように5度の水が出るようになってます。この機械が合計600万円でした。 OK。次はね、真空ですね。しっかりと水気を取っていきます。OK。 当たった人でもサイズ感にかなりの差がありますね。一人で食ったら結構顎痛くなると思いますよ、この量は。はい、そしたらラスト真空の部屋に行きましょうかね。はい、そしたら真空していきましょう。行きます。はい、というわけでできました。めっちゃ美味しそう。こんな感じで真空しまして、でこれが殻に入ってね届きます。包丁の破片とかが、ね、入ってる可能性があるんで、最後にねこの金属検知器をね通していきます。ようやくね、商品として販売されます。そしてですね皆さん、ついにですねあれが完成しました。はい、こちらです。はい、というわけでクラウドファンディングで支援していただいた方々のネームボードがね完成しました。いやーすごいね。うん、壮観。リターンまでかなりの時間を要しましたが、たくさんのご支援本当に本当にありがとうございました。末永く工場で飾らさせていただきます。
はい、というわけでいつもキッチンにやってまいりました。今日は実際に販売する夜光貝を調理して食べていこうかなと思います。そしてね、ここで皆さんにお願いがあります。まあ、今回まだ商品開発で2ヶ月ぐらいしか時間が取れてなくて、結構ね正直難航してます。ちょっとみんなに協力してほしいです。例えばこういう商品作ってほしいとか、こういう魚食べてみたいとか、この魚こういう利用方法があるんじゃないかとか、夜光貝はそもそもこういうブロックじゃなくてもうスライスされた状態の方が食べやすいよとかね、まあいろんな意見があると思いますんで、ぜひともねコメント欄で意見いただけますと助かります。ということで本日はこちら、夜光貝を料理していこうと思います。はい、それではこちらは冷蔵庫で12時間ほど解凍させた夜光貝ですね。こんな感じでね入ってます。これね、なんでね中入っていかないのかといったら、蓋でね押さえてあるんですよ。これあんまり利用方法ないんですけど、これをね下にくっつけて皿にしてる人とかいます。はい、ということでこちら夜光貝をねまずオープンしていきましょう。今こうやって開けましたけども、開け口もちゃんとついてるんで簡単に開けることもできます。で、解凍すると水分が出てくるんで、この水分をまず拭き取っていきます。で、この茶色いのは汚れてるよりはもう夜光貝の、ね、色なんで、まあこういうもんですね。はい、でもこれを拭き取ってあげてもいいですし、これ逆にね香りがねここの部分についてるんで、あんまり拭き取りすぎるとちょっとね味気ない味になります。なので僕はあんまりこうやってちゃんと拭き取らない方が好きではありますね。で、よーく水分ね拭き取ってあげましょう。はい、ということで下処理がねこれで終わりました。で、この解凍する時の方法なんですけども、なるべく冷蔵庫で12時間ぐらい解凍するようにしてください。まあ、流水で解凍したりとか常温で解凍、あとはレンジで解凍するとかもできはするんですけど、この3つはねどうしても匂いが出てくるんで冷蔵解凍がね一番おすすめです。で、今回何を作るかと言いますと、アヒージョでございます。アヒージョとバター焼き、この2つがねめちゃめちゃうまいです。で、バター焼きはね作り方知ってる人多いと思うんで、今日はアヒージョ作っていこうと思います。今回加熱用で販売してますんでね、刺身では食べないようにしてください。それではまずは夜光貝を切っていきましょう。こっちの方が夜光貝の足の部分ですね。足の部分は食感が強くて美味しいです。で、あんまりね薄く切っちゃうと食べ応えがないですし、で逆にあんまり分厚く切ると硬すぎて食べづらいんで、まあ僕のおすすめはこんぐらいかな。3ミリとか4ミリぐらい、切り方は何でも大丈夫です。適当でいいですね。一口サイズだったらいいです。薄く切ってたくさん食べたい人は薄く切ればいいと思うし、もうでかいまんまでがっつり食べてる感を味わいたいという人はでかく切ればいいと思います。もうそれは好みですね。僕はね結構細かく切られてる方が嬉しいですが、ちなみにですね薄く切りますと味の入りがねめちゃめちゃ良くなるんで、薄く切るのもまた一つ手ではあります。貝でこんだけの量ってまあまあすごいよね。貝ってさこんな食べれないじゃん普通。で、こちら夜光貝の足じゃない方の部分、ここ貝柱なんですけども、貝柱はまた食感が違って面白いんでね、この食感の違いもね楽しんでみてください。貝柱は柔らかいんで大きめでも大丈夫です。で、そして本日入れていく食材がミニトマト、ブロッコリー、そして鷹の爪、ニンニクですね。で、まずはミニトマトから、まあ皆さん洗ってくださいね、これは面倒くさいんで洗いません。じゃあ次はブロッコリーですね。もうね最近ねめっちゃ筋トレハマってるんでブロッコリーめっちゃ好きです。ブロッコリーはこんなもんでいいでしょう。はい、そしてで、ニンニク、これは2かけぐらい使っていきましょうかね。多分俺が野菜さばいてるとかみんな興味ないと思うんで、なるべく急ぎます。急ぐ。そう、アヒージョってなんか名前がすごいいかついんで作るの難しいんじゃないかなってイメージを持ってる人もいると思うんですけど、めちゃめちゃ簡単な料理です。ぜひね夜光貝を買って作ってみてください。そしたら最後ニンニクの味を引き出すために潰して味が出やすいようにしていきましょう。Okay、はい、そしたら用意するものができました。やっぱねこの貝とかも調理されてればもうめちゃめちゃ早いな。ということでこちらをですねアヒージョにしていきましょう。で、皆さんアヒージョを作るときに一つポイントがあって、これを忘れると後で最悪な気持ちになります。フランスパンですね。このフランスパンをこうやって、まあもう一人で食べるんやったら3枚は切っとかないとね。で、これをしっかりとオーブンで焼いておきましょう。これでアヒージョができた時に熱々のバケットがあるとうまくなるよお前ら。じゃあ早速アヒージョ作っていくんですけども、アヒージョの作り方はめちゃめちゃ簡単です。まずはオリーブオイルを入れていきます。で、火をつける。で、ここにまずニンニクと、辛いの好きな人は輪切り唐辛子で、
まあ、最初に油にニンニクの味とか唐辛子の味をね移らしていきます。でニンニクの色が少し変わってきたらこちらうまいやつらを入れていきます。唐辛子後の方が良かったかな。うわ跳ねるぞ。あらやだ、おしゃれな料理になりまして、もう本当にうまそう。最後に塩を少々振ってアヒージョは完成します。うわうまそうすぎる、声が裏返る。はい、それでは完成しました。いただきます。まずは貝から。赤、これは赤。めちゃめちゃうまいな。夜光貝を今回買っていいことは、なんといっても普通巻き貝ってほとんど可食部がないんですよ。サザエ買っても本当食べれる部分ってほんのちょっとこんなもんなんやけど、夜光貝ぐらいのデカさになるとまあまあな量食べれる。いい具合に本当に満足できるぐらい貝が食べれます。貝好きの人はたまらんと思う。そして忘れてないでしょ、これバケットですよ。バケットに粉つけたらもうやばいやろ。終わった、うますぎる。めんちゃんうまいやんか、これ最高や。いやこれはやっぱ夜光貝うまいな。アヒージョ今日はやらないんですけども、実はこのアヒージョスープがこれ残るじゃないですか。このスープを使ってパスタ作れます。はい、夜光貝のエキスがいっぱいになったものをまたパスタにも使える。もうアヒージョはね、一度で何度もうまい料理なんで、ぜひねお試ししてみてはいかがでしょうか。はい、今回最初に出せる数が夜光貝200個ぐらいがどうしても限界なんで、すぐ売り切れてしまう可能性が非常に高いです。なんでまあ LINE アットだったりだとか、メルマガの方を登録しといていただければ、再入荷したタイミングで通知しますんでね、ぜひそちらの方のご登録もよろしくお願いします。いやー2年間長かったね。はい、ということですね。ようやく、本日の19時に水産加工場がオープンします。はい、いやー長かったですね。まあ本当に2年近くかかったんですけども、 SNS とかではねほとんど何も発表してこなかったんで、ほとんどの視聴者の方はわっいきなりマサルすごいこと始めたなみたいな状況になってると思うんですけども、本当にこの2年間もう正直まああんま弱音は言いたくないんですけども、まあ本当にきつかったですね。本当に本当に毎日しんどすぎて、なんかこんなにしんどいんだったら死んでしまった方が楽なんじゃないかなとか何度も思いましたし、ただ、まあ、この2年間がむしゃらにやってきて分かった一番重要なことは、一人じゃどうしようもないんだなっていうところがもう本当に学びましたね。まあ、最初水産加工場を始めた時にもうバーッといろんなことを勉強したんですよ。まあ、ネットショップのことだったり、マーケティングのこと、衛生管理のことで、冷凍の保存技術のことだったりだとか、あとはデザインも勉強したし、放送もね勉強したりとか、 YouTube で100万人を目指しながらもうなんかいろんなことをブワーッてやって、やっぱねパンクしちゃうんですよね。でそしてやっぱり、まあ、仲間の大切さっていうのをすごい学びましたね。まあ、今回の水産加工場も多分俺が一人でやってたらあと5年はかかったでしょうね。もう本当にいろんな人の助けがあって、いろんな人の頑張りがあって、なんとかねここまで来ることができました。はい、ということで何はともあれついに水産加工場完成じゃーい。イエーっしゃー。はい、ということで皆さん、これからも末永くよろしくお願いします。そして海外の皆様、今はですね海外販売というのはちょっとまだ難しいんですけども、海外販売もできるように頑張っておりますので、もうしばしお待ちください。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。
はい、ここでマサルからのお知らせです。漁師の夜明け公式アカウントがあるんですけども、こちら友達追加しておきますと、なんとですね、毎月23日5名様にプレゼントを送ります。もう友達追加しとくだけで毎月毎月ね、当たる可能性があるんでね、ぜひ友達追加してください。一応時期とかあるんで、何が届くかはまだ分かりません。毎月ね、いろんなものをね、届けさせていただくので、めちゃめちゃ楽しみにしててください。それでは。